車が燃えてるわね。近づかない方が良さそう。
れば大丈夫ですよね。そんな彼女を見て私は、こんなところで寝るなんて非常識な人ね。私、笠原弥生って言います。あなたの名前教えてもらっていいですか？素敵な名前ですね。私もう少しここで休んでいきます。すごく大きな地震みたいだけど気をつけてくださいね。また会えるといいわね。そうですね。